長谷部武越建築事務所は、建築の設計監督を業とする会社で、現在の日建設計の源流である。1933年5月、住友合司会社が、工作部を廃止した直後に、工作部長であった、長谷部栄吉と、同部建築課長であった、竹越健造が、工作部員27名と共に退職して創立した。 工作部解散についての処置は多く竹子氏の方にかかっていたが、長谷部と竹子氏は工作部員の離散を見るに忍びないので、自らも住友を離れ、別に建築事務所を設立して、部員と共に活路を開くことを決意し、住友へこのことについて了解を求め、援助を交うていた。長谷部ら29人は、 住友銀行船橋支店の4階の一室を借りて移り、新会社設立の準備を進めた。そして6月株式会社ハセブ竹越建築事務所が創立された。独立して始める建築事務所は、資本金10万円の株式会社とし、差し当たって住友合資会社で5万円を出資し、後に経営が成り立たない時は再び5万円を出資して、 これをもって、限度とする。そして、株式総数2000株のうち、長谷部、竹子氏に、それぞれ300株ずつ、合計600株を対応する。なお二人の身分は当分食卓として、合資会社に残る。二人は開拓して、ここに新会社発足が決定した。長谷部と竹子氏はそれぞれ常務取締役に就任し、 同時に当時住友合資会社の総務部長兼経理部長であった大谷氏と総務部営前課長であった増谷平八を取締役に就任させ住友銀行上務取締役岡橋林と合資会社商工課長の小林春十が監査役に就任した初期は溶接に関する鉄骨構造体を多く手掛けていく1940年以降は 大陸に進出、満州建築事務所を並立した。1943年まで、総数300人近い所員を有していた。1944年、住友に合流する。戦後、竹子氏は、公職追放になるが、1949年、精神女子大学の建築顧問を移植する。一方、長谷部は、日建設計公務発足時、顧問に、 代表作に、大阪証券取引所旧市場館、日本生命保険本社、旧住友銀行神戸支店、住友銀行京都支店などがある。1935年の大阪株式取引所、1939年からの、日本生命保険本社を手掛けた頃から、独立の契機となる。ありがとうございます。